はい、こんばんは、山城と申しました。っていうか、あれか、続きになってるんですよね。ずーっとやってます。山田決算会の続きの続きの続きぐらいの撮影になってるんですけど、2022年の6月までが見終わっているっていうことでしたね。ですので、今日は2022年の7月からね、今日で、ついにこのやつも撮り終えて、いい加減もう4月のやつを撮らないといけないですからね。4月中旬に入っちゃってきてますからね。ということなんで、もうチャット、見ていきたいと思います。というかね、まあ、山場は過ぎました。2022年のデータの方もみんなから言っていきましょうか。まあ、こんな感じですよね。2022年の5月、のところで2万再生を記録して、さあ、こっから伸びていくのかなと思ったら、ガクンと急ブレーキがかかっちゃったと。エスカレーター一強時代の終焉という形になっておりますということですね。で、2022年の6月に、ジョイボタンのやつ、300再生のやつが、上がってきてっていう、感じになってますということでございましたね。で、エスカレーターの動画が186ということで、もうここからはエスカレーターの動画がもう出てこなくなっちゃうのかなっていう感じでございますというところですね。で、7月に入るとどうなるのかっていうところからですね、見ていきたいと思います。7月ね、こんな感じですと。ちなみにすいません、音のやつ、前、別撮りで音を入れるとかって言ってましたけど、ちょっとすいません、設定上いろいろと、やっぱ、ちょっと難しくなっちゃったんで、また一回元のやつに戻しました。ですね、単純に編集時間が5倍近くに伸びる、形になったんで、あのね、シリーズ作るのにね、設定するだけでね、丸1日かかっちゃいましたんでね、さすがにこれはまずいぞということでね、7月からまたちょっと、こっちのやつでやってるね。まだちょっと音があれになってるかもしれませんけど、まあ、ちょっとご了承いただければと思います。ということで、ね、7月で見ていきましょう。投稿本数34本。で、視聴回数は4448ってことで、まあ、そこからは、谷底からはちょっと抜け出したから、まあ、でも4000再生ですね。それまでが、ずっと、高い数字を出しておったことを考えるとね、1万再生とかはね、いくかなって感じのところからね、半減しちゃってるんで、まあ、ここから見たらね、4分の1以下ですからね。かなりちょっと厳しい数字になってきてます。で、再生時間がかなり落ちてるんですね、ここ。144時間ということで、実はこっちの方のが深刻かなということでございます。なんでこれになってるかというと、単純に再生の内訳のところの問題ですね。ここです。上位3つを見てみると、こんな感じになりましたってことですね。1つ目が満腹屋ってことで、満腹屋で大盛りラーメン食べてたんですね。特製ラーメンの大盛りを、食べたっていう動画があって、これが、ちょっと伸びましたよと。1000再生ってことで。まあ、ショーツが伸びてるんでね。2つ目がジョイボタン。これはもともとの入ってるやつですけど。で、さらにこれ、フレンドバスの動画っていうことなんで、これ、フレンドバスって何だったっけなと思ったら、あっちの方で見てみたらいいか。よいしょ。フレンドバスって何かって言ったら、あれですね。三河線走った、昔、名鉄三河線だったところをフレンドバスっていうバスか、代替バスとしてね、走っておって、そのバスに乗った時の様子が出てました。ということで、この2つがどうしてもね、再生時間には、再生回数はね、あるんですけど、再生時間はどうしてもショートの動画なんで20秒とかになってくる。で、この動画が、メインでポンと上がってきてるんで、結果的に、こういうような感じになりました。再生のところが、再生時間はだいぶ落ちてますよということでございますね。という感じでございますと。まあ、このポンって伸びてるのがそのやつですね。ですが、珍しく、うちにしては珍しく、その月に、アップロードした動画が上位、3分の2を占めるっていうね、形になりましたと。で、まあ、ショートなんでこのまま終わっていくんかなと思ったら、意外とこの満腹屋のやつっていうのは、この後厚伸びをどんどんしていきます。まあ、結果的にもずっと伸びておってね、やっぱ満腹屋すげえなというところですけど、こんな感じで初動でポンって入っとったところからずーっと伸びておって、今もう7600まで来てますもんね。っていうことなんで、結構順調に再生が入る。さすがコンスタント。ですね、まあ、検索で入ってきていただく方が多いですね。やっぱ満腹屋調べる人が多いということですね。こんな感じで。ここに出てます。普通はね、ショーツの動画って、ここのショートフィードがほとんど占めるんですけど、こっちはね、YouTube 検索が占めるところで、検索ワードで引っかかりやすいやつっていうのは、やっぱし、安定して入りやすい。まあ、その検索でも、その、バズる検索タイプのやつと、安定して検索が入るやつで
いうと、満腹系はやっぱし安定して検索が入るっていうことでしょうね。っていうのが入ってきたりしていましたよ、ということでございますね。っていうところらしいかな、というところでございます。他には、速度の動画とか、まあ、いつもの感じの動画が入ってきてますよ、ということで、もうエスカレーターの動画は上位10にも入ってこなくなってくるっていうことですね。設置がないですね、ということでございます。他は特に新着で入ってきてるのはないって感じですね。ですから、ショートの動画がポンと入ったかみたいということですね。で、この月の内訳を見ていくと、こんな感じということで、たっと見てみると、ここね、ドライブ、ね、柏原から帰ってくる動画がずっと続いてで、長島以降が始まる。あれですね、長島駅と紀伊長島駅を間違えてしまったっていう。三重県で二つ長島駅、正確に言うと三つですね。近鉄の長島駅と JR の長島駅があって、で、JR がもう一つ、桑名市にある長島と別で、紀伊長島っていう旧紀伊長島町っていうところですね。今、紀伊北町だったかな、になってるところなんですけど、そこのところに紀伊長島駅っていう、同じ長島っていう駅が実はこれ三つあって、近鉄のね、長島駅と普通のじゃない、桑名のその JR 長島駅は、ほぼ隣やってるんですけど、こいつだけね、離れてるんで、そこのところに間違えていってしまった。で、長島スパランドに行こうと思って、間違えて紀伊長島駅に行ってしまった人のためにね、帰り方をね、案内するっていう、動画でしたね。で、紀伊長島をずーっと巡って、滝帰ってきて、投稿予定はまあいいね。コインパーキングやって、で、桑名まで来て、もうここの月で終わるんでしたっけ？あ、で、そっか。こっから種別変更するんだ。この記念すべて式100シリーズなんですけど、ここでね、初めて、シリーズ、同じ ST100 っていうシリーズの中で、種別変更というかね、長島駅を間違えてしまったから、そっから亀崎駅と亀山駅を間違えてしまったっていうね、やつに、変えるっていうね、裏技を使うという形でしたね。で、亀崎駅切ってきて、で、ここが、あれですね、日本で一番古い駅舎でしたね、があるっていうことで、実はその、日本一古いかどうかってよく分かってなくて、とりあえずなんか古い駅舎が、この前に、なんだったっけ、竹豊駅に、かどっかに行ってたんだよな。あ、そら、知多半田駅寄ってきた時だ。名鉄ターミナル駅完全制覇のタクシーですね。あそこの時に、寄った時に、半田の駅のところにね、めちゃくちゃ古い橋梁があって、あ、すげえなーって言っと、思ったら、なんか、あの駅舎もすごいなって、帰り道にね、普通の動画撮ってなかったんですけど、ファーって見てみたら、なんかここの駅舎めちゃくちゃすげえなと思ってね、気になってたんで行ってみたら、明治に出来上がったっていう、すごい古い、まあ、日本一古い駅舎だったよってことで、それをちょっと見てきましたよっていう動画ですね。で、シリーズで、そっから亀崎駅から大川まで歩いたんですね。っていう歩いた動画とかをずーっと出して、で、亀山戻ってきて終わってるのかな、このシリーズはね。ショーズも挟んで、で、あ、サブジャンでね、グランドビッグマックとダブルビッグマックとサムライマックの、二カツビーフ、結局どれが一番いいのっていうね、食べ比べ動画をやったりとかしましたけど、最近本当はね、食べ比べ動画増やそうかなと思ったんですけどね、なかなか、批判が多い。やっぱ、ぴちゃくりになっちゃうんでね、喋りながら、ね、無言で食べてるだけの動画を出すっていうのも、もううちの場合は手な気もしますけどね。なんですけど、一応そういうこと、でね、よいしょ、やっておったんで、あれしてたんですけど、やっぱちょっと、ぴちゃくりがね、っていうので、出ましたね。で、ここはなんだ、満腹屋のシリーズってこんな通りですか。先に満腹屋のやつはショートで出したんだ。そうそうそう。これはね、ちょっとインパクトがあったんで、ね、先にちょっとショートで作っとこうって言ってた。まあ、これが結果、構想しましてね。その後、岡崎にラーメンを食べに行く。これ、岸さんと食べに行ったんだよね。動画があって。まあ、これは、本編の方はそんな伸びてない。ですね。ですけどね。っていうのがあったりします。って感じですね。で、初収益10円の動画とかね。うん。まあ、こんなもんですよね。うん。まあまあまあ、10円で30再生稼げたんだったら美味しい。ね。よし。という感じで。7月はこんな感じでしたよ、ということでございますね。
あ、ちなみに他のさっきショートの話にしてました。例えばもうパッと起きてるこの動画とかだったら、あ、なんかこれ二段跳びになってるからちょっと特殊なんですけど、こんな感じでショートフィードが92%っていうふうになるっていう形で、普通は大体ショートはこんな感じで伸びてますねっていう感じですね。これはでも伸びてますね。1400再生ですからね。最初上げた時に300再生ぐらいだったら、あ、まあまあまあ、よしかなと思っておったら、なんか、ある日、ある時間、突然、何時に来てる？ 11 時から12時にかけてる。で、なぜかせんけど、ガンと上がる。まあ、よくわからないですね。っていうところでございますね。という感じでございました。6月は、7月か。7月は、こんな感じでした。で、8月のね、データを、見ていきたいと思います。